相性的にはもう本当にいいと思うんですよねでもまあどっちもが同じような感じなんで、まあ、逆にもっとお互いがこう自分にないものを持ってる人に惹かれるとこもあるのかな皆さんこんにちはサラです、えー、今日もリクエストいただいたえー キングプリンスの永瀬廉さんと永野芽郁ちゃんを占ってくださいっていうねうーんとなんでって思ったんですけどまあちょっとネット調べると熱愛発覚っていうのが出たんですねで永瀬廉さんと永野芽郁さんが映画で親密になったっていうまあそういう記事なんですが まあ、所詮ねネット情報なんでね真実かどうかはね分かりませんどうなんやろうね、まあ、長野めいさんといえばなんかこの間横浜流星さんとの相性も占ったんですがその時は、えー、と同じ事務所の、まあ、所属タレントっていう関係だけなんじゃないですかみたいなねそういうことをお話しさせていただきましたで え永瀬廉さんは以前に「キ、ま、ン、あ、プリを占う」とか永瀬廉さんそれぞれ、まあ、メンバーそれぞれを占ったのが1年ぐらい前かなと思うんですがあの、まあ、それもちょっと概要欄にねリンク貼り付けておきますね。で永瀬廉さんは「水が目ざれ誕生数が7」。 水瓶座の人は人の意見に流されない独自の人生観を持つ人どんな相手に対してもフレンドリーに接する迫害精神の持ち主、まあ、人は人自分は自分というスタンスを持っている人で誕生数が7これはね長野芽郁さんと同じなんですよね探求、哲学的分析的博学スピリチュアル群れないというキーワードがあります。 人生の意味やこの世の仕組みを探求する資料深い探求者完璧主義者で人と群れない傾向がある人静寂自然スピリチュアルな精神を愛す本物を引き寄せどのような分野においてもエキスパートの地位に上っていける人っていうのがまあ誕生数7の人ですねで長野芽郁さんはえっ、ー、と天秤座 天秤座の人っていうのはとても社交的で自分と人との良い距離感をこう保ちながら人他人同士の調和を図ることが上手な人で周りの人の意見調整を図る面でも優れた能力を持ってる人かなと思いますね。えーまあ、どっちもも、ね、誕生数7なんでねその辺はとてもあのお互い理解 しあえる関係性かなと思います、ね、でまあ長瀬廉さんは白愛主義で,で永田芽生さんは、まあ、誰に対してもこう公平っていうんですかね天秤座なんでね、まあ、2人ともが人への敬意を持ってる人なんで基本的には相性はいいかなとは思いますね。でまあ親しみやすい関係に なるのかなと思いますまあネット情報で熱愛発覚って出てるんですが A が真夜中 Z 女戦争って言うんですかねで熱愛の噂が浮上しましたがツーショットや目撃情報がないため信憑性は低そうですねっていうことなんですねまあなんか結局そうなんですね どっちもお互いを尊重はするけれどもまあ恋愛に発展するかどうかっていうのとはもうちょっとまた別かもしれないですね。永瀬廉さんは King&Prince のメンバー。2011年12歳の時にオーディションを経てジャニーズ事務所に入所し関西ジャニーズジュニアとして活動を開始。2012年に 西畑大吾さん、大西流星さんとユニットなにわ王子を結成するで2015年に家族の転勤で東京に移住して2018年からキングアンドプリンスでデビュー2017年4月に明治学院大学社会学部に入学して2018年の5月にキングアンドプリンスとしてデビューで 翌年2019年には映画で「うちの執事が言うことには」で初主演でテレビドラマでも初主演で2021年1月「弱虫ペダル」でアカデミー賞新人俳優賞を受賞その年の朝ドラ「おかえりモネ、ね」で連続テレビ小説初出演で22年今年の1月ですね「和芸門長崎通訳イブン」 NHK ドラマ初主演本格時代劇に初挑戦となる「えー、キングプリンスミスターキングと「プリンスで一応中で分かれてるのかな平野紫耀さん永瀬廉さん高橋海人さんが「ミスターキングで「プリンスが岸優太さんと神宮寺優太さんってなってますね5人組ですね、まあ、でも永瀬廉さんすごくあのドラマとか映画とかの出演が多い気がしますけどね 長野芽郁さんは年齢はあ同じだ永瀬廉さんが23歳1月生まれだから長野芽郁さんよりは学年としては1個上なのかな、まあ、どっちも23歳若いな長野芽郁さんは小学校3年生の時に吉祥寺の付近で買い物中にスカウトされ芸能界入り、えー、子役として2009年公開の映画でデビュー。 で2010年からファッション誌「ニコプチ」でレギュラーモデルを務め2016年から2019年までは雑誌「セブンティーン」のモデルとして活動、えー、2015年公開の映画「俺物語」でオーディションを勝ち抜きヒロイン役に抜擢されて脚光を浴びる私はこれは知らないんだけど2018年の「半分青い」でヒロイン2,366人の中からヒロインに選ばれたっていうね スズメ役を見て永、まあ、野芽郁さんっていう人を知ったんですけどまだだからその時でも19歳ですね。で2019年4月でセブンティ t の専属モデルを卒業してで2021年には「箱詰め戦う交番女子」で戸田恵梨香さんとダブル主演をされてて。 2021年去年ですねそして「バトンは渡された」で主演して今年の「マイ・ブロークン・マリコ」でも主演で11月に上演される予定の「母性」っていう映画でも戸田恵梨香さんとダブル主演というねあでももう当あのー、主演が多いですね。私はね、そのの半分葵のドラマを見て、 あ,あ、すごいなか自然体な演技をする人だなあと思ったんですよね。そんなにね、あの美人なイメージがなかったんだけど、最近すごくね、綺麗になっていってるなあと思いますね。まあ、これからさらにね、美しくなっていかれるんだろうなあと思います。まあそれと同時にね、熱愛報道もね、たくさん出てくるんだろうなっていう、まあ、そんな感じがしますけど。 まあ今日は永瀬ささんとさんとと長野の愛称を占っていいきたいと思いま,すまあなんかあのネットではあくまでえ共演して熱愛の噂ばさが出たけれどこう写真を撮られたとかそういうことがあまりないので信憑性がないんじゃないかっていうねそういうことが書かれていました。だからね あのまあ、タロットでどんなふうに出るか分かりませんけど、まあ、相性見ていきたいと思います相性はね悪くないと思いますよなんかこうどっちもあのそんなに執着しない相手を思いやる関係性かなとは思いますねでも、うん、一人でいてる方が楽なんじゃないかなっていう気もするし ね、まあどうでしょうかね、うん。はい、見ていきます。うん。はい、こういう展開です。はい、永、えー、瀬廉さんと長野明さんの相性とかまあ関係性ですかね。 展開ししてみましたもうすごいね聖位一三枚なんですごくいいカードなんですよね。で見てみると月のカードがもう母の家っていうのかな、まあ、母性を表すで神の家が父の家っていうのかなもう父性を表す母父っていうねどっちもが落ち着いた印象なんですよすごくね。で吊るしのカードが まあ、犠牲的精神とか忍耐強い相手に尽くすっていうそういう意味のカードになってるのでまあそれとよく観察するっていうねなんでとてもお互い尽くし合ういい関係になるんだろうなっていう気がするんですね。まあでもお互いが本当にその相手を大人な人だなぁと思いながら見てるようなね まそんんな気がするんでするでねだからまあ今ねあの付き合ってるような噂もまも、あ、信憑性がないっていうことなんで、うんまあ、これがね本当ににんだろう年齢がね23なのにとっても落ち着いた2人の関係性に思いますねこれを見ると。 だからどっちもがそのお互い気を使い合う関係というか若いんだけどまあ忍耐強いし犠牲的な精神を持ってる二人まあねそれだけ考えるとね相性的にはもう本当にいいと思うんですよねでもまあおどっちもが同じような感じなんでまあ逆にもっとお互いがこう 自分にないものを持ってる人に惹かれるとこもあるのかな。まあこのね3枚で終わってるっていうことはとっても相性はいいけど、まあ、この吊るしがもしかしたら行動を控えることとか相手をよく観察するっていうねそういう意味にもなるので、まあ、どっちも慎重に相手を見てる。 っていう風にも読めるのかな？まあ、若いからね。まあ、どっちも23歳でまあ、今日はえー、相性を占ってほしいってことだったんでまあ、相性はいいですね。うん、相性はいいと思います。どちらもが、えー、大人で母性愛とか不性愛に溢れた二人なのかなとは思うけど、もうお互いがまあ、観察し合ってるというか。 あまり行動しなないいそういう関係性なのかなっていう気がしますね、うん、まあまあこれからねますます活躍していく2人なんできっとね今後もたくさん熱愛報道は出るんだろうなって思いますね。はい、ということで今日は永瀬廉さんと長野芽郁さんの愛称をタロットで占ってみました。 チャンネル登録、グッドボタン、コメントまたリクエストがあればお寄せください。